どうも、クーマイメテオです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、7ヶ月の先輩、はい、師匠、芸人さんと、2組に喋るということで、はい、誰かを全く知らされていないんですけれども、怖すぎる、怖すぎる。まだ NGK にも緊張するか。そうですね、来たことないから、2、3回とかしか。この時点で緊張するから、とてもなく優しい人だったらしいですね。はい、ですね、ちょっと迎えたいと思います。はい、お願いします。丸亀さんとかグローとか九番街さん見たけど、ほんまにあの顔なんですよね。その確かにな、誰か分かってないから顔めっちゃ難しい。顔が難しいですね。ミルクボーイの内海さんとかやったら、もうういとかやってます。やるか、嬉しすぎて。それでもやらない、ういやらないです。それでも嬉しいから、内海さんとかやったらそれぐらい緊張しますよ。確かに嬉しすぎるからね。近づいてまいりました、こちら。はい、失礼します。はい、失礼します。おはようございます。おはようございます。クライスと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。クライスでございます。よろしくお願いします。クーマイメテオのチャヤと申します。靴で上がる、すいません。靴で上がんねえよ、すいません。もう靴で上がるやつな。いや、緊張しすぎて。緊張しすぎたら余計脱ぐやろ。すいません、ごめんなさい。すいません。もちろんそうです。すいません。すいません。あ、クーマイメテオのチャヤと申します。はい、大方です。よろしくお願いします。もう来て、もう早回せや。はい、もうあれを繰り返さな、終わらへんねん。はい。あ、じゃあこれを止めます。その挨拶も全部入れて、そう。これじゃあ、ひっくり返させて。いや、知らんよ。そうひっくり返すんやろ。はい。ひっくり返させていただきます。挨拶、もうこっからやで。もう挨拶も入らへんで、じゃあ。え、挨拶もこれよ、だってここから。あ、じゃあ、そうか、あ、ここから、あ、わかりました。知らんよ、知らんけどね。あ、一応じゃあもう一度、はい、クーマイメテオと申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。失礼します。何期？42期。誰の時？グローっていうコンビとか、はい、ジョックロック、マーメイドとか、はい、っていう。あ、やすこさんが同期です。ああ、そんなんええん。そんなんない。分からへん。そうね、大阪はそうですね、それぐらい。大阪はそれぐらいな感じ。そう、思います。何年前？5年目なので、はい、5年前。5年前ですの時の NSC です。はい、これお前の YouTube？ はい、水も出えへんしな。あ、言ってきます。言ってきます。僕誰に？スタッフ俺に。スタッフ俺。いや、外出て、外出て買ってきます、じゃあ。うん、や、すいません、水、そうですね、ないです。進めて。あ、そうです。質問とかをちょっと、はい、こう先輩なんか質問する企画なの？質問、まあ、質問、あの、聞きたいことを聞かせていただくとか、とかお話し。俺なんかもうでもコンビちゃうし、もう分からへんで。あ、まあまあ、まあ、いや、でも確かに、でも全然ピンネタの時とかも見てまして、はい、シャズとか、はい、それこそ NSC の時に、はい、講師していただいてたんで、それとかもやっぱあるんで。はい、シャズウインク多いな。あ、ウインク、あ、ウインクやったんですか。ウインクやったんですか。僕、いや、ウインクやとは思わない。気づけ気づけ。そのあ、ウインク分かんないよ。授業でね、大喜利とかしたい、はい、大喜利とかエピソードトークの授業が、あん時の。でも面影がないから、みんな異業さんおって。僕、坊主でした。坊主、え？坊主やったんで。坊主、あなた坊主。はい、あ、そう。はい、あ、そう、変わるからね、若い子、はい、雰囲気が変わるから。確かに。何人かは覚えてるけど、そうですね、皆さん辞めていくやろうな思うから、ね。いや、まあ、そうですね。あんな数いるんで。全員が無理やん。はい、そうですね。だからまあ卒業してどっかで太田子はまあ覚えようかなみたいな。はい、あ、印象的なやつもおるよ、確かに。いや、僕らとかその大喜利の授業とか、あ、でもなんか分かるの。あ、ほんまですか。僕は2回だけ手を挙げて、うん、あの、全部、あ、そっちねって言われたんで、もう
一切手を挙げへんから。あ、ほんまか。かなり何もわからない状態で大喜利の答え出したら、あーそっちねーって。これかれるな。まあ、ああいう時はな。でもまあそうか。でもそれ以来どうなの、大喜利力は。あ、大喜利はちょっと楽しくなってきました。はい、そう、大喜利ライブとか出て、大喜利ライブ出て楽しくなりました。なんか教えて、こんな問題でこんな答え言った。おー、来た。でも自信あるやつね、その今まであったの。トライダーのやつとか、あ、一緒に出てたかな、なんか、うん、なんていうこと、そのおばあちゃん、喧嘩最強だな、どんなおばあちゃんみたいな。あー、はいはいはい。あの子、A で、あの、すぼめた口、おばあちゃんのこの、おばあちゃんのそのすぼまった口が、その、まんじになってるっていうの。うん、名前なんだっけ。茶屋です。はい、茶屋です。茶屋さ、それ唯一ここで初めて言うやつが、絵に描いたやつって。確かにお前さ、絵わかんやろ、お前は。まあ、まんじゅうはわかりやすかったよ。はい、まあ、はい、それ受けたの。それめっちゃ受けたの。受けた、受けました、受けました。あのな、大喜利のな、問題と答えはな、自分が忘れててもな、5年後、10年後に人から言われるって。あの時のあれおもろかったですねって言われると嬉しい。なるほど、確かに。未だにちょいちょいあるもん。あ、浜田さんが言ってくれる時あるもん。俺が覚えてない答えでも、お前あの時のあれもいい。すごいな。そういうのが嬉しい。だ、あんまり自分で言うもんちゃうねん。いや、言いたか、聞いたか。聞いたからね。そんな答えませんって最近。立たんねん。立たんねん。立ちましょうじゃないです。立ちましょうです。立たなくて。立たれたらこうなるし。そうっすね、負けるんで、それは。いや、そうっすね。質問、質問、はい、確かに、なんか確かに漫才の質問とかをめっちゃ準備しちゃったし。漫才はもう一人聞いてもらえよ。聞いてもらえよ。なるほど。でもネタ中の目線とかは多分みんな共通してるんじゃないかなと思うんですけど、所作、所作とか目線が結構ずっとわからんまんまやってて、はい、なんそんなん別に逆に気になれへんちゃう。あ、よっぽど天見てるとか。あ、でも僕落ち着きないって言われてて、結構その、うん、手とか手癖とかがこうなんかずっとなんか触ったりとか。そう言われる。でも見てて目散るとか、たまにあのこう鼻触っちゃったりとかするんですよね。それとかもうやめなあかんのっすけど。やめる。はい。やめるな。これはそのやめるだけっすもん。動きとか目線は別にええやんか、その内容じゃないのかよ。確かに、別に内容、内容はな、でもな、ほんまな、あの自分らで判断できる、チャンピオンならそれはそれでええねんけど、はい、どうしてもやっぱり相談した方がいいのになって見てて思うやつらもやっぱおるから、お礼にというわけじゃなくて、はい、ええもんばっかり見るやん、コンテストで決勝ばっかり見るやん、はい、そうするとみんなうまいから、うん、あのそんなあらは見えてけへんけど、いっぱい他のも予選とかもずっと見てるとね、あんなん良くないな、もっとこうしたいのになと思うやん。そっちの方がええの見んのも必要やけど、はいはい、悪いのも、うん、見てもええと思うけどな。悪いのを見てこう排除していく感じ、うん、で目線とか動きで言うんやったら、めっちゃ動いてるやつとかおったら、うわ、やっぱり気になるなと思ったらやめれるしな。なるほど。 NHK でいう雑情報っていうのがあってな、ニュース読む人はもうピアス開いてたりしたら絶対あかんやんか、はい、例えば変にネックレスとか肩に出るとか、はい、そういう雑情報っていうのは、それはない方がいい。なるほど。でもまあ派手な芸人さんやから、派手なイメージは絶対必要やねんけど、ネタに入ったらやっぱりネタに集中できる環境をお客さんに作ってあげなあかんやな。でもこんなん絶対雑情報っすね。雑情報。そんなん、そんなんはあかんわ。雑情報すぎる。ただに集中しとこうとか、そんな触んの。こんなんするんだ。いやいや、あかんって。人と喋ってる時もあかんから。それ。それはもうな。確かに。今の見られるんですか、そういう。見る見るいっぱい分かってて。あ、そうなんですか。うん、分かってます。今日あれやろ。いや、空前は見てない。あ、空前、空前は知らん感じで行かなあかんかったから。はあ、なるほど、うん、確かにネタ、そうですね、一応 NSC の時からのコンビなんで、知らん感じで誰来るのか分からへんかったから、あんまり若手をちょっとしばらく遮断してました。なるほど。おい、このために、僕らのために。さっきなんか GA 見たで、空前メテオって。
夜、祇園か月に行くやろ。あ、夜、はい、行きます。あ、帰ってたか、帰ってた。ありがとうございます。行きます。それで、あ、それお前、あ、僕はあの、クーマイメテオって言います。クーマイメテオ、ええやん、どっちでもそれは。どっちでもそれは。昨日も、あの、銀シャリさん。あ、そうか、50音順が変わってくるもんね。いや、それはそうなんですけど、スタッフさんの話です。クーマイの方が早いもんね。いや、早く呼ばれたとかないです。ちょっと、名前正しい名前やりたい。病院とかじゃないです。なんか言いかけてた。昨日な銀シャリさんが、あの、僕うなぎと橋本の、はい、うなぎさんも銀シャリさん、それしか言ったんですよ。銀シャリさんがゲストにこう呼ばせていただくみたいな、僕らが出るライブみたいな。銀シャリさんがゲストで来てくださって、あ、あ、はい、で、あの、うなぎさん呼ばせていただくとかなるともうややこしいから、まだ来ていただくでええねん。来ていただく、まあ私呼ばせていただく、そうですね、来ていただいて、で、あの、いける、いける、大丈夫、いける。空前メテオって言われて、空前メテオ言われて、はい、で、あ、いや、すみません、僕ら空前メテオって言います、みたいな。あ、空前や、うん、はい、空前メテオって言いますって言って、あ、そうなんや、みたいな、あ、ごめん、みたいな言って、で、そのオープニング終わって、戻って、で、あの、うなぎさんが、ごめんな、その名前間違えてって、めっちゃ申し訳なさそうに、丁寧に、その、他の出演者に謝ってました。めちゃくちゃ間違えてめちゃくちゃしてました。全部間違えて、僕、茶屋じゃないですよ。それだいぶアホやな。そうですね、もうずっと全部ゴテゴテ。確かに名前とかめちゃくちゃ間違えられますね。そうですね、お酒飲みしな、もうあいつに連れて行ったらもうそこに来てる人と仲良くなって、俺先帰るわって、もずっと最後まで夜中までずっと一緒におって、家まで送ったって。それそれ全部俺の領収書俺やで。それ嫌ですね。まあまあええねんけど、髪の毛もやったわ、散髪したやつください言うから、似顔絵描きよるやろあいつ、はい、この伸ばしてたやつ着てごっそー渡しといて、まだできてないみたいやけど。まだせきてない。まあまあまあそれはええねんけどね。そうです、そうなんや。そうかいな。んで、そうですね、なんやろ、なんか僕らの時、コンプライアンスが結構今めっちゃ厳しくなってきてるって、そうだよ、なんか僕らでも、もうほんまになんかそういう意図なくあの発言してるネタとかが、あのテレビの、そのネタ番組とかで一回動画を送るみたいな段階で、うん、これちょっとあのダメですみたいなんでこう却下されることあったんですけど、なんか昔の芸人さんのこれもう絶対あかんやろみたいな、もう今やったら絶対あかんやろみたいなってこう多分いっぱいあって、うん、あ、僕はもう結構その時代の時のめっちゃ自由な表現とかが、うんうん、あのに憧れあるんですけど、なんか、うん、どう思ってますか、なんか今の感じ、うん、確かに。それはもう無理やもんな、うん、どう表現しようがこうもう3文字5文字で終わってまうような世の中になってもうたからな。あ、うん、そこは抗えないでしょ。まあ、こっちにその意図がないのにそういうふうにその汲み取られた時とかも、それはほらもう言葉とか文字は受け取る側のもんやからな、そんな意味ちゃうねん言うたってな、あの、死ねえ言うてそんな意味ちゃうのもおかしい。どこまでがええねんとかなるやろ。要するに文字で切り取られるっていうことにもなってるしさ、お前アホちゃうかってアホと言われていたって辞任されたらさ、もうめっちゃ強烈やけど、まあ、会うちゃうか言うただけや、日常会話やって言ったって、その辞任になったら終わってまうようなこともあるやろ。確かに今そんなんだ、確かに、ね、アホちゃうかがあかんくなってやばいっすね。やばいですね。まあまあまあやばなっとんねんけど、まあ漫才でやる分には別に、テレビで生っていうか、まあ録画でもせえけど、で そこでまあ人に会うちゃうかは別に大丈夫やねんけど、だから SNS が一番言われるやろ。言われますね。そうですね。昨日も僕ら言われて、消えへん人がな、うん、なんか稲妻ロックフェスっていう、昨日、はい、稲妻ロックフェスのなんか合間に出させてもらうみたいな、 TM レボリューションの、あ、はい、そうです、 TM レボリューション、滋賀県出身、滋賀県出身の、はい、滋賀県でやったの、はい、滋賀県で行かせてもらって、で合間でいろんな芸人さん出るんですけど、で僕らも出て、はい、ファミリーレストランとか、ファミリーレストランさんも滋賀県出身で、いないですけど稲妻ロックフェスには、あ、そう、まあ、出てないです、ファミリーレストラン、すみますよ、すみます芸人ないのに出てないです、おかしい話です、おかしいやろ。いや、まあ、いろいろ雑魚見とかがあるんで、なんか分かってなんで、
僕らぐらいのあれで、ね、はいはい、出てるみたいで、なんか僕らのハイドさんの後やったんですよ。ああ、おうおうおう、もうすごい出番順 で、うん、でそのもうハイドさんもめちゃくちゃ盛り上げて、あう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 やってましたけど、はい、これも怒られるんで、これ多分ね、多分当日やってたら怒られてましたよ、ファンにそんなやってたら。でなんかしかもライブ中にハイドさんのパフォーマンス中に西川さんが入ってきて、残入してきて、乱入して、で西川さん、まあ、セッションでしょ、セッション、西洋に言うと、はい、乱入言ったらあかんけど、はい、まあ、セッション、サプライズで、サプライズセッションで、はいはい、ブワー盛り上がって、うん、実は誕生日おめでとう、ね、みたいな、誕生日やったから、誕生日やった、なるほど、西川さんが誕生日、西川さんが誕生日、誕生日やって、ハイドさんがその花束持ってきて、西川さんの誕生日、ね、9月19って言ってました、クイック、え、知らない、クイックの日、クイックの日ってなるんですか、そんなクイック、いや知らんけど、まあええわあ、そうなんですか、で、まあまあ、調べたんですけど、まあ、前後、前後ですかね、その辺ですかね、まあ、その昨日はその辺ですあのその辺に生まれてます、なんか来て花束を出すみたいなんで、でっかい花束、ハイド、ハイドが西川君に渡す、はいはい、渡して、もうめっちゃ盛り上がるみたいな、ハイドが歌ってて西川君が来て、来ておめでとうって言ったんです、で、もらいに来たみたいな、もらいに来たまあそうなんです、わざわざ、それはちょっと思いましたけどね西川さんが誕生日なんやとは思いましたけどそのハイドさんが誕生日っぽかったんですけどね、お前やな、お前な、西川さんがそのこのサプライズセッションしに来て、あなたをもらって先に帰るみたいな、で、うん、ハイドさんが残ってあと2曲歌うっていうほんまにもらいに急いでたんかみたいなさっきもろとくわみたいな、なんかもらいに来ただけみたいな、うん、まあめちゃくちゃ盛り上がって、すごい盛り上がって、この後出れへんやん俺らみたいになって、うん、で、うん、まあ、出て、まあちょっと最初盛り上げ頑張ってわーって盛り上がったんですけど、こう、うん、さっきの話みたいなして、はいはいはい、でやってる時に僕らももうテンション上がっちゃったかわからないんですけど、はい、ハイドって言っちゃってたんです、ハイドかっこよかったなって言ったんですよ、うん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 、で僕からしたら、あ、まあそういうね、はい、芸能人を養成するイメージでしょ、はい、でも、はい、ハイドさんの方がおこがましいぐらいの、逆に近づいたぐらいの感じでのハイドな、もうなるほど、自分を下げて下げて、はい、思ってるからね、全然違うところの人やと思ってるからハイドね、はい、はい、もう別の前世みたいなことですね、うん、全然いらん、うん、全然いらん、全然いらん、全然全然言ってない、全然言ってない、いらんって言って、いらんって言った全然ではないけど、普通にいらん、普通にいらんかった、ゼウスではないです、間違えました、あのハイドってこう逆にハイドさんがおこがましいかなぐらいの感じで、うん、あの一ファンみたいなことで、うん、ね、ハイドって言ったら、ちょっとあのその後のネタ終わりに、あの呼び捨てよくないよみたいなんでこう書き込まれ て、めっちゃ書き込まれて、もうその客がもう書き込んで、客がもう書き込んでて、はい、どっかで 見るんや、もう終わった後、はい、ちょっと調べてみたらヤフリアルタイム、はい、調べてみて、まあだから客にしたら同じ出演者やからさ、はい、やっぱりそこが分からへんでもね、さっき言ってたそういう意図じゃないやつね、はい、そうですね、それ返信するとまだややこしいでしょ、はい、そうです、もう、はい、でもそんなはしないですけど、呼び捨てで言われてまうか、わかるやんな、あでもわからんねんな、そうですね、僕ら的にはああそうかって感じなんですけど、まあ確かにそう思うか、でもまあでも新人やからや、今後でもみんなさんで呼ぶようになる、そうですね、気をつけていかないとだっていう、うん、はい、ね、もうゼウスなんかいなくなるわけやから、どんどん君たちも神様の仲間入りやから、もう、僕らが、いやもうこの世界で本当お客さんを喜んでもらえても神様の仲間入りですよ、あ、どんな神様も知らんよ、知らんけど大きさなのか、なんか徳を、これから徳を積んでいく神様やんか、はい、先ほどロビーであのおさむさんやらいてな、はい、盆地の、はい、で大谷翔平がバッターボックスでやっぱすごいなほら言ってはるから、いやもうここにいる人みんな大谷翔平みたいなもんですよ行きやかっこええな、え言ってはる意味分かってないじゃないですか聞き返されてますよそれだから僕らとかが今大谷翔平って言っていいんですかね、あそこもな、はい、なるほどね、でもそのさっきのハイドの場合はもう今まさにそのステージ降りた人に対してやから余計なのかもね、でいらっしゃらないとこでラルク&シエルのハイドが言うのは
かもわからない。いけんのかもわからないね。なるほど、確かに。一般目線の感じで喋るということにおいてはね。なるほど、確かに。うん、難しい。僕らが若いとかもって余計な。最近言うのは分かるよ。さんとかくんつけんのもこう何や、友達感出してんのかって思われるみたいな。なんか自分がもう芸能人みたいになる感じも嫌です。さんとか。ああまあな。キム兄なんてさ、あの兄がついてんのに、それが呼び捨てってもう最近は思われてるから。ああ継承としての2位なんですか。キム兄、木村兄さんの2位やからそのはずやねんけど、だからそれが呼び捨てって思っちゃいますみたいなアナウンサーさんとかね。確かになんかキム兄さんって、まあもう3つくよね、うん、で例えばもう浜ちゃんさんまっちゃんさんみたいなさ、ややこしなくてもどんどんどんだ、味噌汁論理ですよ。お身をつけ、お身をつけ、お身をつけってさ、はい、あの最初つけって言ってたら汁だけ書いて、はい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 、味噌汁ね、いわゆる、はいはいはい、でそれを丁寧に「お」つけて「おつけ」になって、はいはい、もう一個「お」つけて「お」って五所の五やんか、あれ「み」とも読めるやんか、はいはいはい、身をつけなってそのまた上に「お」ついて「お身をつけ」やんって、3つついてない「お」が、そういう成り立ちなんです、そうやねん、へえ、つけすぎなってもあるね、確かに身をつけ、めっちゃついてる、空前前メテオみたいな、いやそんなの、なんで前を出すんですか、前別に全然継承じゃない、空余った前じゃない、そうですね、どういうことなの空前っていう、いやまあゲームの僕らがお互い好きなゲーム、まあ、スマブラっていうゲームがあるんですけど、その中の技の名前をそのまま引っ張ってきたみたいな、空前みたいな意味なの、意味合い的には、いや空中前攻撃っていう、あのの略称で空前って読むんです、でなんかそのゲームをやりすぎて、あの漢字はもう空前っていう読み方やと思う、こびりついちゃってたんですけど、こんなんお前サンシャイン池崎怒ってくるやろ空前絶後の空前怒ってはもらやってくれるんだ、だいぶビビってますやん、僕らがめっちゃ売れると思ってくれてます怒ってはないですねつけてたら空前絶後なってなって、ちょっとそういうね、はい、余計な話もしながら関係ないこともね。関係ない。ありがとうございます。辛いな、ほんま、これからほんま窮屈やろな。怖いですね。でも若い他の、まあ、吉本じゃないタレントさんとかでも聞くと、なんかそれなりにはやってますとか言うのよ。うん、まあ、遊びも含めてね。はい、まあ、どんなか知らんよ。俺らがやってたようなことはもう今絶対どこでも言われへんから。もう喋っただけでアウトになるような、だってもう時効ですよがないような世の中になってきてるやんか、あ、まあ晒し上げたりとかもありますし、俺浜田さんにも言うたことあるけど、浜田さんがあのもうへへへでもそうやけど、あの女子十二学坊とか中国の楽団が来た時に、一人一人見たらパンチ効いてますねとかって言ってはったね、平気で収録オンエアされてんのよ別に昔やねあの浜田さんはほらブチャイク好きやんか、だから香港さんとか好きやねんなお前ようそれでやってんなみたいな笑いの人やね、はい、知らんで、はいはいはい、知らんかったら言う、もう言わんとこか、うん、それでまあ、あのじゃあ女子、まあ、コメディエンヌをね見て笑わはるから、はい、兄さんもあのそれもあかんようになりますよ、はいはい、って言ってもうほんまにもうやってやらへんもんすごいな、その時代が、うん、ほんまになくなったっすもんね、あんま見た目いじりとかももうやっぱり、あ確かに全くないな、はい、うん、あんま受けへん、もう劇場でもちょっと受けへんくもなってきます、ああそやな、何言ってんやろみたいな、はい、お客さんもちょっとヒヤッとする、あなんでそんなことってやるのかな、はい、そういう感じになってますね、そういうのに自虐とかいうのはいいよね、自虐、確かに自虐もでも笑わなくなってたりも、確かにそうね、なんかほんであれはあのまあマラドーナのプロの技術で叩いてますもん、あんま赤くなってくるのかな、ああ確かにあれとかもなんで叩いてるやんとかにお客さんが叩いてるのにってなる可能性があります、ね、今後かも分かんないですね、あそうなっていくんすかね、ちょっと僕一個質問というか聞きたいことあって、うん、なんか NSC の時にトークの授業とかあって、
で僕はその木村さんのトークの授業で人生で初めて滑るというのを経験して、そっから、ね、それまでずっと受けてきた。違う滑るないな、滑るってこういうことなんやっていう、その、うんうん、経験だったっていう、うんうん、あそういうことね、滑るってっていう人前で、うんうん、みたいなこともあって、トークに結構なんか何ですか、憧れじゃないですけど、うんうん、あるんですけど、そのなんかエピソードトーク作るために旅行に行くとか、なんかその行かへんとこ行ってみたりとかって、まあ、やってみたこともあるんですけど何も起きひんなとかなって、まあ、行くだけって何もならへんとかもあるんですけど、どう作るというか、そのいやまあ例えばその人に声かけてみるとかいうのはあるやんか、なんかその鶴瓶さんじゃないけども、はい、なんかでも今はそれもみたいなことでしょ、なんかあんま声変に親子ですかもあかんようなことになってきてるわけでしょ、で行って、うん、見て体動かしてあちこち行ってなかったらないで、それはまあ何もなかったんっていうようなことは言えるんだけど、なかなかその出来事を作るっつうのは難しいっすよね。全然なんか俺でも授業で言ってたかな、見たことないもん見て興味のないもん本読んだりとか、行ったことない街行ってみてとか、そうすると何か見つかるっていうのは別にエピソードが見つかるわけじゃなくて、こういう世界を気に入ってる人もいるんやっていう感覚になれたらちょっとまだ違うっていうことぐらいのことなのよ。作りに行こうとしたことはあんまないで、エピソード自体を、なんかネタないかなって、カメラ今もあるからな、写真をっていう意識では行くことはあるけど、なんか話作ろう思って行くっていうのはあんまなくて、やっぱりそこになんかちょっと怒りかけた時にものすごい記憶力、まあ録画ボタン押すというかね、ああなるほど、そんなんはあるよね、これ絶対覚えとこうみたいなボタン押して、うんうん、でそこまあちょっと足すのもちょっとまあ多少はええんちゃうの、居酒屋でなんか東京の居酒屋で関西なんだってなって、でなんか納豆の包み揚げとか頼んだら、とかって関西人なのに納豆食べるんですかとか、で俺その時はもう今もドラゴンズファンやねんけど、阪神ファンじゃないんですかとかさ、あるやん、ほんなら東京ドームのレフトスタンドのタイガースファンは毎回大阪から来とんのかいみたいなことやんか、おるやろそらどこにでもみたいなことを言えるやんな、後でね、そんなん覚えとくっていうようなこと、ああなるほど、うん、その意識か、全然通り抜けていってましたね、そのまあ俺何にもないことも普通にダラダラ喋ってみてもおもろいかもしれん何にもないのダラダラと、何も起こらへんかっても、うん、はい、もうあ朝から晩までをダラダラ喋って、でも、うん、喋ってみるっていうのはほんならそれで思い出してなんか引っかかりがあるかもしれない、そうやそういえばみたいな、だって旅行行く前に録画ボタン押していったよ早うに切れた、だいぶ長回し尺で撮ってるわけよ、長めなんで、そう、それはやっぱ見直す時間が必要やから普通にももうええわと思って見てなくても例えば朝起きて黄金の色のご飯食べてこんなん食べてなんとかって全部ちゃんとご飯もな、どんなん食べてとかまでな、ちゃんと思い出してな、硬かったのかおかずが美味しかったのかとか焼き具合がどうとかも喋るというか思い出したりとか、人がおったら聞いてもらって、ほな人の反応がちょっと意外なところに来る場合がある、あ確かに、えそこそこちょっとおもろがってくれんねやとか、はいはいはい、確かに、えお前そうなんとかって、えお前ご飯食べるとき そんな感じなんとかいう質問があったりしたらさ、気づきが起こるやんか、確かに、お前が変な可能性もあるから、そうですね、お風呂の時そうなんとかなってくるかもわからない、確かに一回ちょっと、そうそう、当たり前やと思っててもね、はいはい、やってみます、あのなんかトークコーナーとかあったら全部喋ってみます、なんかあったことを朝から晩まで、本番はやむとき本番はやむときな、いきなり面白がってくれるかな相方か、今の後輩かサネラがそれから晩までの話をあ、確かに、え、どうしてんの、ほんなら自分で遊びとか、そのいわゆる芸人目指してたらやっぱお金とか、うん、女性とかでしょ、そう、人気者になりたいとかもやっぱあったし、それがなかなか遊びにくいわけでしょ、確かに、まあ、でも遊んでるやつおらんもん、確かに昔の芸人さんほど
ではないです、まあ、全然遊んでる人もいますし全然あるですけど、そのいやだから多分ねもう一般のねお客さんもファンもね一般の人もねそんな芸能人とか芸人に興味ないねんって夢ないもん、ステータスにならへん別に芸人とどうなったってって、なんかどうせ不倫やとか不倫は違うけど性加害だ被害だみたいに言われだしたらな、確かに夢がないっしょ、そうっすね、余計にビビってますもんやっぱみんな、うん、確かに確かにナンパとかも、ね、文化なくなってるかもしれないです、ね、俺はやっていくで言うたってそれもう何ももったいないもんな自分の体がな2つあったらな、2つあったら最高ですね、そうですね、片方ずっと遊ばせて、うん、楽しいですね、2つあったら確かにな、ムカ、ね、ついて殺してまうんじゃんもう1人俺がこんな働くんだよ、ね、なんかそういうそういう物語あったような気すんな確かに、ね、なんか入れ替わって人格が良かった方が消されるみたいな、ありそうだよ、ね、なんかほんまにそうですね、その文化確かに廃れてると思います今、そうですね、全然5年目5年目か、はい、5年目でまあまあ楽しいやってるんでしょとりあえずは、そうですね、楽しく先輩もいい人やし、そうですね、何か女遊びとかこそあんまできなくなったっすけどその範囲内でも別に楽しく、うん、全然楽しくやってるし、なるほどね、はい、まあ、まあ、まあまあお願いしますわ、任せとくわ、ああ吉本を、あ、お、任せてください。任せてください。お、はい、いいね。お、任せてください。任せてください。はい、我こそは。まず、怖いんで。立たれたら僕らの正義に立ってるんで。立つんやってなるから。立たれたら。何時？あ、もうほら。もうその時計が。もうその時計が。今日はありがとうございました。ありがとうございました。貴重なお時間。ありがとう。ありがとうございました。緊張した。落ちた。じゃあ僕らは退出します。じゃあ僕ら。そんな置いたままらしいんでちょっと。あ、そう。はい。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってね。頑張ります。よろしくお願いします。頑張ります。出ます。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、もうたくされた。たくされた。家に託された怖かった怖すぎ、怖かった、何か、うん、あんま笑ってくれたまに笑ってくれた時めっちゃ嬉しかったずっと喉元にナイフまで行ってもミスれへん感じ、いつでもいけると貴重でした、はい、いや楽しかった。Thank you.